マリオ・ランツィはイタリアの陸上競技選手である。彼は1936年ベルリンオリンピックの800メートル走で銀メダルを獲得した。母国のイタリアにおいてはランツィは最強の奏者でありライバル的存在はいなかった。彼は1936年のベルリンオリンピックにイタリア代表として3種目に出場することになった。そのうち800メートル走では 予選を1分54秒1で通過して決勝に挑んだ。決勝ではアメリカ合衆国代表のジョン・ウッドラフが1分52秒9で優勝し、ランツは1分53秒3で2位となって銀メダルを獲得した。オリンピック以外の主な大会での成績では、1934年の第1回ヨーロッパ陸上競技選手権大会800メートル走で2位。 1938年の第2回ヨーロッパ陸上競技選手権大会800メートル走でドイツのルドルフ・ハルビヒなどに負けて3位となった。彼は中距離層の部類に入る800メートル走で短距離走者のようなスタートダッシュを見せて対戦相手を混乱させる層法で名高い選手だった。現役引退後はイタリアのスキー王でコーチ業を務めその地で死去した。 アスレチックスアットザ1936ベルリンサマーゲームズメンズ8 0 0ズフィナール1938年の大会については男子の競技がパリ、女子の競技がウィーンでそれぞれ実施されている。e u r o p e a n c h a m p i o n s h i p s a t g b r a t h l e t i c s c o m ありがとうございます。